売れない芸人あるある一本グランプリの回答を自分でも考えるかっこいい寝言を言ってくださいかっこいい寝言かうーんなんだろうな全然浮かばないな「売れない芸人あるあるチキンラーメンは数回に分けて食べる」 うん。まっ、タマランド売れない芸人ある？あるすぐに寿司を食わそうとしてくる。後輩いやライブで1位だったんですから、今日ぐらい寿司食った方がいいです。って。うん。いや今日は絶対寿司です。って兄さん。寿司行きます。ごちそうさまです。売れない芸人あるある小道具は必ず分割で払う。ついにさドッジボールボーイが小道具でドッジボール買っちゃった。でもこれめちゃくちゃ高いよ。 3000円うんいやでももちろん金ないからカードで24回払い売れない芸人あるある30オーバー芸人はまるまるなんか目指していないなんかいろんな番組にゲストとかで呼ばれてさでコンスタントに仕事とか入ってきたらもう最高だよなああえいつか MC とかやりたいかってない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 売れない芸人あるある飲食店のサービスデーに詳しいやつ 飯行くどこ行こうかうあ今日29日か肉の日だからス舌丼肉大盛りにしてくれるス舌丼にするかちなみに毎月1日は丸亀製麺の釜揚げうどん半額になるから覚えといた方がいい売れない芸人あるある売れない芸人が絶望を味わった事件トップ3いや子供の時から見てた番組だからさ いつか出るのが夢だったんだけどなぁ第3位笑っていいともの番組終了え芸歴的にもう俺ら出れないってことでしょふざけんなよ高校球児から甲子園取り上げるような真似すんなよ 2> 第2 r 1グランプリに芸歴10年以下しか出れなくなったえもう生きていけないわ第1位石原さとみの結婚売れない芸人あるある焼き鳥館はこうする ん